お部屋にお花を飾りたい。でも、どんな花瓶を使ったらいいのかわからない。ぶっちゃけ花瓶なんてどれも同じに見える。けど、そういう趣味の人は、何かしらの基準で選んでるんだろうな。頭の中で何考えてんだろうな。その疑問にお答えしましょう。全部自分で言うんかい。いやー、先日アプタスで買った花瓶が安くて見栄えするタイプだったもんで、解説するふりをして自慢しようかと。自慢はいいんですけど、そもそも上等な花瓶って意味あるんですか？花瓶はあくまでお花を飾るための道具であって、見栄えは、花そのものだけで決まると思うんですけど。そう思いますよね。ごめんねー。おーおー、様子のおかしいインテリア店。こちら、使っている植物は全く同じ、丸ごとズボッと差し替えただけになります。ついでに言うと、フラワーアレンジメントみたいな、整えすらやってません。ただ差しただけ同士の比較です。絶対嘘。それも解説するから最後まで聞いておくれ。にわかには信じられませんなー。なお、安っぽい方のフラワーベースは、ここはパウダーの空き容器です。容赦なく処罰しましたね。以前からお話しさせていただいております通り、インテリアでは、大事なものは大事そうに飾るべし、というのがセオリーでございます。どれだけ上等なアートでも、お部屋で埃をかぶっていたら魅力が伝わりませんし、お子さんの落書きだって、大切に飾れば宝物だと伝わります。そうなんですよね、認めたくないことに。でね、じゃあ人は何をもって大事そうと判断しているんだろうという疑問が出てきます。アートだったら、上等な額縁に飾られていたら大事にされてるって感じるんでしたよね。あと余白だ。リュウグウ爪より余裕を持って飾られてる方が大切にしてる感が出るんでした。となるとですよ、アートが立派な額縁に入ってると大事そうに見えるのなら、お花だと何に入ってると大事そうに見えると思います？あ、クソ、立派な花瓶で飾られてると大事にされてるなって思いますね。そしてアートは余白を作るために大きめの額縁を用意すると良い感じになりやすいです。ではお花は大きめの花瓶で。はい、正解、よくできました。お花を素敵に見せるには余裕を感じるように大きめサイズで花瓶を使うのがグッドです。パチパチパチギギギ、いつか絶対に見返してやる。正解したんだからいいじゃんか。様子のおかしいインテリア店。とはいえ、花瓶をでかくすると圧迫感に悩まされがちです。かといって視線が抜けるように全部ガラスにするとシンプルすぎて特別感が出しにくい。例外はあるでしょうけど、言いたいことはわかります。さらに問題がもう一つ、いい花瓶の定義です。我々が花瓶の選び方なんてわからないと悩むのと同様に、家族やお客さんも花瓶の目利きなんてできるわけありませんので、パッと見は普通だけど実は高級というマニアックな花瓶の良さは誰にも通じないことを前提とした上で、素人が見ても明らかにオシャレっぽい、でもイキりすぎてないくらいのアプローチを狙うとうまくいきやすいです。選考基準が生々しすぎるということで、でかくて透明だけど分かりやすくラタンで装飾されているというアクタスの花瓶が絶妙にいい感じだったんですよね。はあ、それはまあうむうむ、なるほどね。これならサイズ感もバッチリだし、装飾のおかげで立派な花瓶としての特別感もある。さらに透かし網でそれなりに視線も抜けてくれるから圧迫感が強いという印象にもなりにくい。なかなか構築的なデザインですな。しかもこの装飾ラタンを編んでるだけの素材なので、お部屋の色数も増えにくいし、ラタンそのものが植物だからナチュラルテイストで追い切り感も少なく、おまけにめちゃくちゃリレーションも狙いやすい。なんてったって花瓶なんだから上に植物を飾って当たり前ですので、この花瓶を使うだけで何も考えなくてもラタンと植物とが自動的にリレーションします。おお、それは楽ちんでいいかも。しかもね、でかい花瓶って普通ブランド品は結構お高いんですよ。どれくらい？ちょっとまともなお店で買うとすぐアニに6490円ですとか8800円ですとか言ってきます。おそらくアニじゃない理由があるんだと思いますが、とりあえず聞き流しましょう。っていうか、今回のアクタスの花瓶っていくらだったんですか？税込み2750円。正直もう感覚が狂ってきたので、花瓶一つ2750円が高いのか安いのかよくわかりませんが、ここまでの解説と純粋な見た目の雰囲気と考えてみると、まあ値頃感はあるような気もしますね。お花を買う予算も別途必要なのに、花瓶だけで3000円近くするのかよという気持ちはわかりますけどね。お花への興味の違いもあるので、誰にでもご利用しはできませんが、そういうの好きな人としては非常に魅力を感じるアイテムですので、気になる方はよかったら検討だけでもしてみてくださいませ。ほいほーい、様子のおかしいインテリア店。あとおまけ、アクタスと関係なく花瓶で注意した方がいいことを一つだけ。なんぞなんぞ。花瓶は口がすぼまってる方が初心者向け、口が広がってる方が上級者向けです。花瓶を選ぶときは丸いとか四角いとか細いとか太いとかより、まず穴の大きさを意識してくださいね。ほほー、口径が小さいと花束にまとまりが出て良い感じに見えやすいんですよ。最初にちょっと言ってたズボッと刺しただけで様になるのもこの効果です。はあ、確かにここは容器の方は花束がちょっとだらしなく広がってるような感じに見えますね。今回はボリュームのある花束を使っていますが、口径が小さいと一輪挿しにする場合でもお花が安定していい感じに見えやすいですよ。そっかそっか、口径が広い花瓶に一輪だけ刺したらペロンチョになっちゃいますもんね。トップでお花が広がるようなブーケを飾りたいみたいな具体的な目的がないときは口径小さめが無難ですので、こういう具体的な狙いがあるときだけ口径を広げましょう。おーい、いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。